バエクラの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前208年に発生した戦闘。イベリア半島のローマ軍の指揮を取ることとなった、スキピオ・アフリカノスにとって最初の大規模野戦であり、ハスドル・バル・バルカ率いるカルタゴ軍に勝利した。ポリビオスによると、スキピオが奇襲により、カルタゴノバを奪取した後、イベリア半島のカルタゴ軍は3つに分かれており、 また三人の将軍たちは不仲であったため、ローマ軍はそれぞれを個別撃破する機会を得た。紀元前208年の初頭、スキッピオは、バエティス川沿いのバエクラで投影しているハスドルバルの軍に向かって進撃した。ローマ軍の接近を知ったハスドルバルは、野営地を防御に適した位置側面を警告によって、前後を川によって防御された、バエクラ南の高地の平坦部であるマイナスに移動した。 さらに、平坦部を二段に工事し、下段には警府標が上段には主力軍が野営していた。バイクラに到着したスキピオは、強固に防御された野営地をどのように攻撃すればよいかわからなかったが、何らかの行動を取らなければ、残り二つのタルタゴ軍がハスドルバルに合流してくる可能性があった。このため、到着三日目に攻撃を開始した。 主力による攻撃に先立ち、スキッピオは文献隊一行両軍を隔てる渓谷に派遣し、もう一個の文献隊をバエクラにつながる道路に派遣し、主力軍が奇襲を受けないように配慮するとともにカルタゴ軍の撤退経路を封鎖した。この準備の後、ローマ軍警不評部隊が高知の下段に陣ドルカルタゴ軍警不評に向かって前進した。 急な登りとカルタゴ兵の投擲武器による攻撃に苦しんだが坂を登り切って白兵戦となるとローマ兵はカルタゴ兵を突き崩したスキピオはこの前衛部隊を増強するとともに翼包囲戦を試みた副将のガイウス・ライリウスに軍の半数を率いてカルタゴ軍右側面を攻撃するように命じスキピオ自身は左側面を攻撃した一方 ハスドルバルは、ローマ軍の攻撃は、小競り合い程度で、本格的な攻撃ではないと判断していたため、自身の主力軍を適切に配置していなかった。このため、不十分な人形のカルタゴ軍は3方向から、ローマ軍に攻撃されることとなった。ハスドルバルは、罠にはまってしまったが、それでも戦像、補給部隊、カルタゴ不評の大部分は脱出できた。 カルタゴ軍の損失は主としてケイフヒョ兵とイベリア同盟国軍兵士であった。これはローマ軍が追撃よりもカルタゴ軍や英知の略奪を優先したからであった。この戦闘の後、ハスドルバルは戦力低下した軍を率いピラニエ山脈を越えてガリアに入った。その後イタリアに侵入しハンニバルと合流しようとしたが失敗し戦死した。スキピオもハスドルバルを イベリア半島から逃したことを批判されることもあるが、敵対する部族も多い未知の山岳地域を追跡した場合、イベリアに残る2個のカルタゴ軍とハスドルバル軍の挟み討ちに遭い、トラッシュメヌス湖畔の戦いの二の舞になる可能性もあった。その代わり、スキピオは軍をタラッコに撤退させ、カルタゴノバの陥落以降に、ローマ側についたイベリア部族との同盟関係強化に努めた。 一方、カルタゴの援軍は、冬の間にイベリア半島に到着し、これまでの損失を取り戻すための最後の軍事行動を開始することとなるが、これも失敗した。ありがとうございます。